よし。あとはこれでポタファイを。足つきます、つきます。つくつく。うん、コーヒー美味しかったです。いらっしゃいませ。ポタファイの電源つなぎと鍵外し。鍵忘れて走り出すと。はさっきツイートで、食後のコーヒーを、の写真をツイートしたときに、って書きました。って。よいしょ。これで、ちょっと待ってくださいね。どうやって自転車でってことですかね。ヘルメットにウェブカメラくっつけて、で、ウエストバッグの中にノートパソコン入れてやってます。こんにちは。で、電源入れて、これでよし。準備 OK。冬は、下はですね、こういうズボンです。で、見えるかな。あ、雲が。雲。遠く目、いや、大丈夫です。何見てた？ギリ。今日は特別ですね。いらっしゃいませ。今日は暖かすぎて、峠が、登りがだいぶ暑いんじゃないかと。あ、レンタサイクルだ、これ。しかもアンカーだ。やるなぁ。アンカーのクロスバイクですよ。レンタサイクルは。これだったらそこそこ軽いんじゃないですかね。で、あと電動自転車と。やりよる。みすぼらしいですか？何が？どれが？今のレンタサイクルですね。翔平は来年。翔平っていうのは招くの意味の翔平なのかな。それともなんか小翔平とかいうあれのことかな。山猫どうだったの？山猫美味しかったです。ネギと豚肉のパスタかな、和風のやつです。チューチュー。積載含めて15キロは超えてるかなぐらいはあると思います。キャリア1キロあるし、自転車本体が10キロ弱だっけ、10キロ超えてたっけ。山猫、いや猫カフェじゃないです。山猫いたら引っかかれるというか、法律的にやばいと思う。それは西表、確か西表島行ったことあるけど、西表山猫は見られなかった。西表家猫しか見られなかった。あ、なんか眠らない、そういうのありましたね。なんだっけ、こっそり。やっぱ食ってすぐ運動すると余計に息切れるな。スパゲティは結構たっぷりで、なんか、オオサンショウウオか。あれは可愛いっちゃ可愛いけど、ガリガリ君また新しいのあるんですかね。コンポタ来ちゃったからな。それよりも意表をついたものは難しいよな。真実。ぜひさんいらっしゃいませ。またギアがずれた。ギア調整しないとこれやばいな。てか、セオサイクルに持っていこう。インデックス調整お願いしますっつって買って半年経ってしまった。確か買ったのがゴールデンウィークより後のどれだっけ。おい、いらっしゃいませ。ギア自分で。そうですよね。私もそう思いますとも。でも自転車屋さんで確かセオサイクル定期メンテナンスただっていう売り文句があるから、少なくとも少しやってくれるはず。
ストリッシュでございます。が、店メンテナンスの分はタダって書いてあるんですけどね、どこまでタダかは書いてない。整備費は整備費取らないよ。整備費、おー、好みか。私はそこまで、うん、そう、今これ取り続けてます。超綺麗に取れてるんじゃないかな、超綺麗に。まあ、あんま期待するのもあれだけど、本当はインデックスは変速機のその変速の段一段一段のその位置の調整ですね。それがずれると急になんか段がずれてガタンとなったりする。 GoPro3 です。なんか目つきが日本っぽくない猫だな。ウェブカメラはいつものやつです。 GoPro3 は後で YouTube にアップして、 YouTube でもわかるかな、YouTube に上げた時点でまただいぶあのビットレート落ちるので。この店の名前は宮崎商店なのだ。なんだこれ、この店の名前は宮崎商店なのだって看板に書いてある。あ、猫屋敷かもしれないです。あんなかで商店なの分かったけど何言ってるか分からなかった。なのだって書いてあった。でこれで、これで上りの時間が、まあ、2時間見とくと15時か、もうん、あ、そうそう、来年3月ですね。すごいよな。残りの最後の11話と12話が3ヶ月後に放映されるんでしたよね。まあでもきっとあの後から見たら当時はあれ遅れたりして大変だったんだけど出来はいいよなっていうものになるんだったらいいんじゃないですかね。ジャイアントロボとか そういうんじゃないんだっけ。ん、何時間、ちょっと今ちゃんと、すみません、聞き取れませんでした。制作の遅れがすごいね。遅れすごいですね。一旦本来の枠を外す 枠より後に取ろうとするともう他の番組で詰まってしまってて3月まで開かないってことなんでしょうね、きっと。というのはあの今話してるのは戦車アニメの話なんですけどね。年末は走るんですか。年末は沖縄走る予定です。27日から休んで、お、もうそろそろ動きだな。沖縄はですね、前一周したんで今回あの 細かい島を回りたいなと思ってます。ただどういう島があるかまだ確認してない。これからあれは現地着いてから決めるかもしれない。石垣島に行ってください。石垣島はちょっと那覇からだと沖縄本島から難しいんですよね。石垣島アクセスが本当に難しい。難しいというか安く行こうとするのが難しい。金さえ出していけるんですけどね。ん、誰のふるさと、あら、尖閣諸島なんかは絶対米があるんで行きません。絶対かね。あ、扇風機、荒城深夜。あら、荒城ってあの、ツールドフランスに出た人でしたっけ。あの自転車で有名な人ですよね。こっちこっち、すみません、レース方面疎くてみんながツイートでいろいろ荒城荒城って書いてるのを見てるんだけどどういう人なのかよく知らない。通過行く手段がないから、手段か、瀬底島いいですよ。あ、瀬底島、確か瀬底島ってあの本部半島の方でしたっけ。本部半島 の船か何かで渡る島だったかな。いや待てよ、瀬底島って橋で渡るところだったら行ってんじゃないかな。瀬底島確か行ってるような気がする。本部半島ですよね。美ら海水族館から岸辺沿いに南というか西というか、今猫いたな。確か行ってなかったっけ、別の島だったかもしれない。瀬底、砂浜あるところですよね、無料の。ああ、確かそうですよね。
上陸？裏道入ったのね。あ、いや、これ裏道、あ、始まった。道なり来てしまった、違う。しかし今回気づくの早かった。林道に入るためには子供にデジカメ取られたのはどこでしたっけ。デジカメ取られたのは偏座島じゃなかったかな。偏座、偏座島となんとか島、2つあるんですよね、あそこ。子供にデジカメ渡したら、あの車のナンバープレート取って嫌がらせをするという高度な技に出て、悪ガキが2人いて、あの2人は今は高校生ぐらいなのかな。いや、盗んじゃないですけどね。ミスコース、こっちこっち、こっちがぼんぼり林道。なんだあれはぼんぼりって言うんだろう。あの雪の道のぼんぼりじゃないのに。今回はかなり早く気がつきましたね。しかしここ来たの多分本当に10年ぐらい前だと思う。こっち来たことないな。沖縄って食べ物は美味しくないよね。そこだとありますからね。沖縄、私は結構好きですけどね。ただ日本食方面じゃなくて、あれ、あのアメリカ方面の文化が入ってるから。でも昆布は違うかな。あの昆布って一体どうやって。ぼんぼり川ですね。そうそう、豚肉。クロスでも平気な感じ。ダート確かあったと思うんですけど、今もあるのかな。確か 7,8 年前に2度目に来た時にもまだダートだったと思う。沖縄のケンタは食べないとね。沖縄、私は沖縄だと、あ、そうか、 A&W は長生きするため、あれか、石垣島か。長生き、あ、そうそう。でも昆布は沖縄じゃ取れないんですよね。ソーキそば、そうですか。あれ結構好きですけどね。でも確かにつゆのイメージがあんまり残ってないな。エンダー、エンダー、エンダーのゲームのエンダーですか。シルベアなんとかのインストールが必要とか絶対入れないか、役シルバー、あ、シルバーライトってことはルートラボの話か。変なの、いや、あれが今のところベストなんですよ、自転車的には。シルバーライトが嫌いという人だったら、まあ仕方がないですね。あ、もう電波ないか。 JavaScript 版もあるんですけどね。しかしそこまで強硬にシルバーライト嫌う人ってのは珍しいな。確かに嫌ってる人いるのは知ってるけど、電波ないんだったら、電波きつそうですね。確かないはず。どっからないかって確認してこなかったんですけど、あっさり系ですね。声だけかな今は。じゃあ通常発信に切り替えとこう。なんか酷評してるな。じゃあちょっと FML 一旦止めて。一般的だと思うけど、あれは公式だろ、わら。醤油かければいいじゃん。よし、通常配信で、これ言ってないよな。もはや醤油かけそば。ダメか。まあ確かに沖縄そばは日本人的な、なんていうのかな、味の深みみたいな感じではないかな。確かにちょっと他の、や、あのこだわってる麺に比べるとおおらかな感じがしますね。おおらかな。あ、今そっか、これこっち押してなかったからな。こうしてこうして、ゴーヤチャンプルはうまいぞ。こうだ。これで、あ、一応なんとか言ったかな。声だけかもしれないですけど、言ってますよね。ミニエイトの話題まだやってんのか、そのネタは。どうでしょうか。テスト。あー、ラグひどいな。すごいワープ。30から60ってこと。あ、通常配信にしました。今ほんのちょっと道戻ってきて。モニターがタッチ専用じゃないだろ。そう、E8 のネタは
なんか面白がってずっと使い続けてる人いますね。あのあれですね、私も何度か前に使ってたんですけど、あのうちの子供がパソコン使ってるんですけども、ウイルスに感染しないのか心配ですっていう、あのネタに似てるな。指の形、あれはあれはって言うと、皆さんに映像見えてないかな。現地で食ったらうまいけど自宅で食ったらまずい。自宅で、そうかもしれない。あ、この看板、この葉っぱ型の看板、昔もあった。確か水チャリだか水チャリだかっていう文字列が書いてあるこの看板があって、ホームページのレポートに載せてるんですけどね。フラワー通りってことはやっぱ場所の名前か。で、私はもうこれから林道に入っていくので、うん、あ、シルバーライトの話ですね。で、ここから先電波ないみたいなので、すいません、あの真っ暗になったらもうそれきりです。なので、そうなったらこの放送を終了することもできなくなるので見限ってください。申し訳ないですけど。もう終わりですか？もう電波的には終わりっぽいですね。私はこれから峠登ってきます。あと、さすがに日陰になると寒くなってきた。ウィンドブレーカー着とく。で、一応あの今日和田峠側 の第五林道っていう道筋まで峠越えて降りていった先でも一遍配信再開しようと思います。そこから八王子駅まで30分か1時間ぐらいだと思うんで。キジのすれる、キジ、あ、あ、マイクついてるね、ちゃんと。今ここもちょっとギリ、あ、動画もう少しで終わります。ビデオカメラ、ああでもあれバッテリー特殊に食うし、まあ、私の使い方だったらあれはいらないんですけどね。あの今スマホ連携もできます、 GoPro は。あの iPhone とiPhone でプレビュー画面というか、あのだいたい3秒から5秒くらいぐらいで表示されるんですけど、あの映像見ることができます。結構滑らかに。東北編もうすぐ終わります。あと3日分ぐらい。今日動画のアップを全部終わってるんで、あとはイベントタグとかの情報をまとめてアップするだけですね。だけって言ってそれにも時間かかってるんですけどね。これもかなり時間経ってるな。あんな寒そうなところで遊んでる人がいる。うわっと、提灯ランプ。どの動画がいいか投票あれば面白い。ん？動画。大間のキャンプ場がすごい。あ、キャンプ場。あれは GoPro 画質じゃないんですけどね。何食ったの？スパゲッティ食ってきました。美味しかったです。あれ釣り堀があるんだっけ、ここは。路面がまだ濡れてるな。キャンプ場で自炊配信。キャンプ場は青まさきのやつですかね。まああれは自炊ですけど、スパゲッティ茹でて炒めて、あの買ってきたカレーかけてるだけです。イノシシカレーパスタ、多分パスタ代は100円しないぐらいだけど、イノシシカレールー代が350円だったか、そんぐらいしますね。してましたね。あれ消えた。ボトルの口だけ使ってやる。え、来週、あれ連休ありましたっけ。
は366連休です。まだ行けるか。左側の鏡なんだ。あ、鏡映ってる。じゃあまだ映像行ってんのか。あ、そうか、連休あるんでしたっけ。なんかそうだったような気もしてきた。でも厳しそうだ。厳しいは電波かな。とりあえず GoPro で撮るために来たようなもんです、今日は。大日陰通りは一緒か。これなんか、LG コメント何があった？カスかな、カスとか。紙芝居だがまだまだだ。あ、まだまだやりますね。水なんとかて。日が暮れたら怖そう。日が暮れたら一気に寒くなるでしょうね。これは何やってるとこなんだろう。てか途中に店なんてあったっけ前。全く覚えがないな。ギャラリーネオエポック。電波良くなった。あ、電波いいですか。テキサテンか、これ違う。何料理？地中海料理がこんなとこに。あと民宿モモンガって書いてある。へえ。ここにも来てみたいな。カフェ&レストランメリダ、地中海料理。ハロー。しかもなんかお客さん結構来てるし。これがあるから電波いいのか、モモンガ。あ、でもキャンプ場とかあるとこは電波あったりしますね。ヤビス峠もそうだし。あ、でもここから先はいい感じ。自然な。これ知ってたらここで食べてみてもよかったですね。でも地中海料理か。何千円コースなんだろう。この斜面に無理やり畑が作ってある感じが、まあ大変なんでしょうけどね。あそこで子供たちが遊んでる。あれ、みかんか。あ、みかん取ってるのかな。こんなに集落あったんだったっけ。これも覚えてないな。これの形は何なんですかね。山奥だから取られるかもね。意外や。一泊取られる。そろそろ持ちつつ、ね、3000円安っ。ニュースより安いですね。峠の魅力は景色と、あと自販機もある。ここあと耳が痛くなるほどの静けさですね。それが好き。おお、外車だ。 なんていうか知らない。おお、穴ぼこだらけだった路面が。次来たら止まりそう。セミが鳴いてる。ただここ止まるのもまた難しいですね。あのどういうスケジュールするかが。あ、みかんだ。みかん。お店の前にはモモンガが並んでて夜見れるかも。夜。あ、本当に。この辺りモモンガいるのか。うんちがしたくなります。うんちが。私はそうでもないな。もう虫はこの季節さすがにいないか、うん、虫はまあ活動はもう止まってますよね。ほぼだいたい木の裏とかにいるんじゃないかな。それか卵の状態で存続してるか。ロボさん、ふって笑。ふ
ふう、あれはあの落ち着いて満足した様子を表す擬音です。擬音じゃないな、表す声です。うん、なんか耳がおかしくなった感じがありますよね。普段刺激を受け続けている聴覚が入力なくなると。野草か、確かそれはどうでしょうの、ロビンソンの回でもやってたっけ。天ぷらにしたのは違ったかな。これ今もうボンボリが走ってるんじゃないかな。ニコキュートって、あ、なんか室外機みたいな位置についてるあれですかね。あれガスで発電してるんでしたっけ。おじさんがいますね、野草。ん、あ、野草。あれ？ん、氷？ああ。峠越えた後も放送しますか？うん。あ、越えた後に、多分越えて、あの少しだけやると思います。温泉はですね、いつくらいに、うん、2時間後ぐらいだと思います。バトーカンのお風呂は新しいので録画してるんですか。そう、新しいので録画してます。今日は半分以上目的はそれです。本当は GoPro2 と比較のために並べて撮りたいところではあるんですけどね、ヘルメットの上に2つ乗せるのは厳しい。お、西の山坂。お、あ、車だ。珍しいな、車がこう通るなんて。画質良くなってるっぽいんですけどね。え、まだ電波来てます。すごいな。次枠じゃあ取るかな。もう諦めようかと思ってたんですけどね。スコープドッグみたいに肩に乗せますか。スコープドッグ、ボトムズよく知らないんですけど、結婚の話はするな。今度結婚の話をしたら、もう一度同じこと言います。更新とガガクです。ガガク、電波ずいぶん来てますね。集落があるからか。前期日程、2012年3大学。何大学って。あれこんなとこだったっけ。今電波会見報告入れました。会見報告、これは水面下で何かが進行してるな。そんな切れるとは思いませんでした。あ、切れると、あ、結婚ですか。40過ぎて結婚してないと、あの日本社会では一般的には異常者とみなされる傾向が強いですよね。学歴って卒業後に何年までプラプラしていて必要すると思います。いかやく、わかりません。じゃあ次は取りますか。みたいです。次は取ってみます。配信が終了しました。お疲れ様です。おう、ちょっとこの道を堪能し終わってから次逆取ります。いいな。こんにちは。いいな。なぜか一旦下ってる。あ、でも進んだ先で電波が
ないというオチもありうるな。よいしょ、取ってみよう枠取り。汗が出てくるな。じゃあタイトルから陶芸の絵を消すとこ。入山峠。遅いな。電波弱いかな。残り標高300か。うん。あれ。繋がらない。少しだけ戻るか。本当に回り込んだ瞬間に切れたかな。されてます。少しお待ち。2分半お待ちください。はい、新ツールが使用変更についていっていないようです。配信ツールが使用変更についていっていないようです。ロボさんの電波あるからここで待っとかなきゃいかんな。スコープドッグ。スコープドッグが確か3つのレンズがあの顕微鏡みたいに切り替わるっていうイメージがあるけど、どうなんだろう。フォトムズ知らないんですよね。少々お待ちください。
と1分4321。あと1分。これで3分ぐらい無駄になってるな。流星群は配信でちょっと見ました。他の人の配信で、まあ配信にもこれ私の返答言ってないんですけど、 YouTube 用に勝手に独り言。あれ、あと30秒が届かない。チョリッスでございます。チョリッス14131918765421。はい、よいしょ。すいません、さっきあの FMLE だったら大丈夫だったんですけど、配信ツール側で通常配信やろうとすると最初の3分だか5分だかがなんかあの待ち時間として扱われちゃってますね。いい加減これもアップデートしなきゃダメか。もう確か1年以上前のこれに、あのなんだっけ、豆ライブじゃないかな。というわけでここから先さらに電波悪くなりそうです。さっきもう少し先であの枠取ろうとしたら繋がらなかったんで、今この辺りは電波やばいんじゃないかな。あ、そうだ、 GoPro が続いてるかどうか。よし、早速切れるということですね。早速切れたか。せめて声だけでもいけばいいんだけどな。お、千鳥じゃないかな。まあそこも東京なんですけどね。東京ですね。これは何の建物なんだろう。峠まで残り標高差300でございます。広いな、あの虫。さて GoPro は 1080p で、 i だっけ、 1080i だっけ。まあフル HD でどんぐらい精細に撮れてるのかな。 YouTube にアップするにしてもエッジが効いてるかどうかっていう違いはおそらくわかると思います。ああ、なんかあったな、採石工場、採石場か。あったあった。で確かここから先がダートがないな、まだ先か。全面通行止め。しかも峠より八王子側。しかしこの感じはどうだろう。まあ折り返してくる時間はあるな。ツイート書いとくか。光に包まれてるロボさん、初見。あ、またなんか来てる。ワイヤーの取り回ししてます。笑ってます。あ、来てます。声だけ来てるよ。声だけ。選挙行かないけど行くって嘘つくタイプですか。選挙行く行く行く、行きます行きます。で、ですね、今採石場の過ぎた先のとこ で峠より八王子側全面通行止めっていうのが薄く書いてあります。峠より八王子側っていうのは、こっちから峠越えた向こうの話ですね。なので最悪、あ、読み上げ今来ましたって。そうか、ラグか。最悪峠で折り返し。ん、何を外して。というわけで林道ぼんぼり線です。ぼんぼりの由来を知りたい。そう、なんか全面通行止めって書いてありました。
ただその全面通行止めの字が薄いんですよ。結構昔のなんか色あせちゃってます、すでに。徳良取水所ってとこなのか。あ、そういう文字列は写真ちゃんと撮っとこう。いつ確認する必要があるかわからんから。東京都水道局徳良取水場そうそう、ここからが2度だな。薄くね。ん、薄く、そうそう、薄く。どうかな、 あんまり下った先で通れなくなってたら本当に大変なんですよ。さすがに日が当たらないと寒い。で、向こう流れてるのがボンボリ川。あそこから水道水を取ってるらしいです。今でもそうか知らないけど。あ、やっぱり書いてある。この付近は水道の取水施設です。ジャニ、ジャニとは水道水源地につき立ち入り禁止。だからここで毒入れだったかなんか、そういうこと言ったら本当になんか捕まりそうだな。そういうの匂わすだけでも。なので確か釣りはどうなんだったかな。確か前来た時この辺り魚がいて、でもこの水流じゃ今いないか。あとこっちから登ると確か最後の方がきつくなるはず。序盤は楽で。舗装が新しいな。さすがに電波切れたか。繰り返して少し明るくなってる。お、新宿の森？新宿？サンちゃん、あ、ここ本当にサンショウがいるのかな。なんかあの蝶々がガと蝶々の間みたいな感じで、あまり可愛く描かれてなくていいな。路面凹凸。あ、取れます。すいません。八王子が取れました。八王子が取れましたか。あ、取れない。あ、ダメですか。あのバイクの幅でもダメですか。バイクの幅だったらいけるかもね。今はちょっと空いてたな。あ、そうですか。結構向こうの手前の方にも書いてあったんでどうかなと思って、行ってみます。ありがとうございます。厳しいか、どうなんだろう。あの人はじゃあ折り返してきたのかな。でも隙間があるってことは通行止めのあれか、バリケードがしてあるってことか。ってことはその先がどうなってるかわからないわけだ。
スポットの峠まで行こう。あれ、なんで車が走ってくんだろう。ログアウトしました。ああ、消えたか。水がきれい。よいそんなに勾配がはきつくないな。
お、なんか暖かくなってきた。そうでもなかった。小路口。あれダートないな、そういえば。確か峠手前だったっけ、ダート。あの前最初に来た時にはこっちから登って手前のすごい急勾配のとこで、確か砂利道にあの氷が敷き詰められてて、あの雪が圧縮されて凍ってて、脇の方の雪が、あの氷の隙間があるところを自転車を押して登った覚えがある。また変な名前が。なんか微妙に風が吹き続けてるな。今何て書いてあった。かなり長いカタカナ名が。オリ族アイショイコシ、ちょい腰の腰はなんか超える手地なんだろうけど、オリ族内ってなんだ、アイヌ語っぽいな。これ道なのか。オリ族内
なんで車が降りていくんだろう。向こうと繋がってないはずなのに。GPS が結構地図とずれてるな。大巻き。勾配が上がってきた。フロントの3枚あれで、やばい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 。せーの、よいしょ、よっと、よし。フロントまで出てきてるのか。150ぐらいかな。ちょっと油が、チェーンの油が切れてきてるな。少し死んでる。ちょい先かな、ダートがあったところは。もう電線ないな。あ、向こうにある。
道庄入り口、カタカナで道庄。コンクリ細そうだな。なんだろうかなと。なんか辺が前氷で滑ったとこだったかな。峠はどれだっけ、これちょうど行政区会の境目でいいのかな。なってきたんでウィンドブレーカーの前をはたけました。てか脱ごう。
すがに暑くなってきた。でっかいクリップ音が入ったな。洗濯バサミの音だからまさにクリップ音。よし、この飛行機雲映ってますかね。さっき放送中にも言ってた、峠で好きなことの一つが、まあ、この今飛行機の音が聞こえなくなった時の静寂ですね。ああ今日は鳥の声が結構してるな。この頭がちょっとしびれるような感覚が、なんか言い方が危ないけど結構気持ちいいです。あ、そこも飛行機飛んでる。変わった鳥の声が聞こえるな。よし。よし、あと50メートルか、7から60メートル、70メートルか。標高差も残り少ないです。うわ、日に当たると暑いな。日の当たるとっていうか、日の当たる斜面だと一気に気温が上がる。じゃあダートはもうないのか。少し下の方で結構舗装が新しかった、あの辺りがもっとダートだったところかな。いや、そうか、記憶やっぱそうだ、あのピント入り口あたりに確かダートがあったはず。またあそこは相当前に舗装されてるな。じゃあ2回目に来た時もダートは残ってなかったのかな。記憶が曖昧だ。Huh?
この境界線はあきる野市と八王子市の境界線かな。どういっか、よし、もう少し、さて峠に決定的な通行止めの情報がちゃんとあるかな。峠、いや、ちょっと位置的におかしいなあれだと。もうすぐのはず。車がいっぱい止まってるような。お、自転車乗り。これ大きな作業やってるな。ここだ。あ、通行止めの看板あるな。通行規制中。
ああ、災害復旧講師。こんにちは。これは本当に行けないんですかね。あ、この感じはいけそうですね。ああ、よかった。バイクの人が降りてきたんで聞いてみたら引き返してきてたみたいだったんで。あ、本当ですか。ええ。本当に通れなかったら、あの写真入りで説明してあったりしますからね。ここって前から峠の日ってありましたっけ？この峠の日見覚えが。あ、これですか？初めて来たんで。あ、そうなんですか。え、今日どちらから？あ、調布の方から。多摩川沿いでずっとこっちまで来て、私も撮っとこう。前はこっち結構展望あったんですけど、今全然見えないですね。作業道か。あ、気をつけて。さて、ちょっとこの辺で。充電はできてるかな。フォーマーは電波一応つながってる。ツイートしてみよう。あ、メール届いた。再接続に成功しました。
てはいけないパターンだいぶね、15分だけ20分15分だと20分だかここが例の15分ここまで15分以上かかってるんだそういうやつなんですつけたりするときにはグローブ越したらやりづらいな。いいかな。途中でぶら下がってホイールに巻き込まれたりしたら間違いなくちぎれる。よし、じゃあ第五林道側に下ります。これ第五って言ってもこの文字列自体があんまり馴染みないんじゃないかな普通は。まあ、これ下っていったところが、まあ、第五林道の第五の集落があって集落名なんて言ったかな、下なんとか下なんとかで、その後陣馬街道を入れて八王子に向かいます。よいしょ。今日は本当に寒さが緩くて助かる。おお、もう景色が見えるんだっけ。入山峠のこっち側ってこんな景色あったっけ。覚えがねえ。でも木が邪魔なんだ。一応押さえて取っとこう。手前の木にピントが合うな。
うん、あ、こんにちは。もうすぐです、はい、こんにちは。今のところは写真を、景色もちょうどいい。おお、どうかな、 GoPro で、今までの GoPro2 だと向こうの市街地のディテールあんま映んなかったと思うけど、今度はどうかな。まあ、一応写真も動画に重ねますけど、よっと、どれが八王子あたりかな。おう、2時半か、結構早く降りてこられたな。うわあ、100% 刈られてるな。これ、あの、向こう向いてる時間が少し長いのは、あの、自動明るさ調整で市街地に明るさがあるまで時間かかると思ったからです。 GoPro どのぐらい明暗差の、が明暗差というか自動調整の調整速度ってどのぐらいだったかな。うわ、さっきの人かな、あれは。しまってる。
完全に伐採しきってしまったのはどういう、あ、これかトンネル、ミリアムトンネルって言ったっけ、今日は下りもそんな寒くなくていいですね。おお、こんな高いトンネルだったっけ、でかいな、このトンネル、でかいというか縦長、よっと、よいしょ、うわぁ、目合わせが激しすぎてデジカメには辛い、再接続を開始します、またやってたのか、今これあの声を録音するために GoPro3 をアダプタつけないとマイクが入力できなくて、しかもそのアダプタが来年になるまで入荷されないらしいので、今パソコンの方で録音してます。ただこのパソコンの録音が実時間より短く録音されてしまうので、なぜか多分ところどころ飛んでるんだと思いますけどね、処理速度が間に合わなくてんだもんで、毎回映像と尺合わせをしてます、細かく。だいたい動画1ファイル30分ぐらいで1秒前後ずれるかな。だから場所によってはその飛びが激しいところと激しくないところがあって、飛びが激しいところだと映像全30分丸ごと全体でしか合わせてないんで1秒ぐらいずれてるところあると思います。多分加工動画でもかなりそういうところあったはず。お、なんだ、タオの落書きか、スパって。でも本当に夕焼け小焼けの夕焼け小焼けふれあいの里だったと思うけど、あそこは温泉やってますからね。温泉なのか沸かし風呂なのか知らないけど、私はただ熱いお湯に入れればいいから温泉かどうかはどうでもいいと思ってる人間です。あれが一番大きな高塚所かな。ちょっと隠れたな。また飛行機の音聞こえる、聞こえてても、こうやって自分の絹ずれの音の方が大きいぐらいなんですけどね。なんかいる、猿かな、鹿かな。なんか動物の動く音が聞こえるんですけど見えないんですよ。多分あの辺り。見えました？ああ見えなかった。音立てすぎる。大きさから言ったら猿ぐらいですかね。鹿の感じじゃないな。
見えないな。なんか野生動物で穴を閉たちゃいかんだろうと思いますけどね。あの人は調布からって言われてたけど、ここまででもう100キロぐらい来てるんじゃないかな。調布からだとどんぐらいだったかな、少なくとも50キロ以上走ってるはず。結構路面が、結構下るな。おお、綺麗。またやってた。ってことはでも電波来てんのまだこの辺りで。一応降りてからにしよう。あの人も結構下りは慎重に下る人だな。お、ハトハト。私と下るのも同じぐらいのペースっていうと結構遅い方だと思う。あのスポーツ自転車なりの中ではって意味ですけど、いいことだな。いや、自分が遅いからいいというのも良くないか。ただ世の中には結構あの下りのスピードが気持ちいいからスピード出さずにはいられないという、出さないのは論外という人もいるので、自分はそういう性癖がなくて助かってるなと思いますけどね。でも2人楽しむことを否定するのもおかしいよな。変わったな、こういうところ。よいしょ。平常走水中。抜かれた。お、出たかな。あ、出た出た。大五輪どうだ。あ、乗って抜けられる場所じゃなかったっけこれ。あ、乗って抜けられないですね。うん。あ、しまった、全開で降りてきてしまった。
じゃあこれからまた調布の方まで自走で帰られるんですね。私は住んでるのはあの横浜線の中山ってとこなんですけど、新横浜の近くなんですけど、わざわざ八王子まで臨行してからスタートしました。あでこれからまた暗くなるから八王子かもう少し先まで走って日が暮れたらまた臨行しようかと思ってますね。え、あの日初めて来たからところどころで記念写真撮ってますね。おお、なんかボトッと音がして何か落ちた先で鳩が羽ばたいた。鳩が落ちてきたわけじゃないよな、まさか。この炭焼さんとロマン来た時あったな。あ、そうだ、あーどうしようかな。夕焼け小焼けの里まで行って風呂入らなくていいか。別にそんなに疲れても汗かいてもいないし、じゃあここで枠取ろう。ああしまった。ああ PC の方落としたから今不正に音声の録音が止まってしまった。またやってしまった。で、今、GoPro 本体の音声に動画では切り替えてるはずです。しまった。ストップ。やっぱり、ちゃんとストップ。あ、できた。じゃあ、改めて、音声録音をスタートして、あ、そうか。映像は、まあでも一応合わせとくか。あ、で一応また時刻回して、2分39秒4、5、6、7。にして、枠取りと。FML いけるかな。ログアウトしました。あ、再接続を開始します。あ、なんか接続おかしくなったな。よし、枠が取れたよ。お、結構電波いいな。コピーの皆さんせーよっと。戦士たちが戻ってきた。戦士。よし。電波は転送速度は、あーマリア、あわったわった。あわったわった。電波バッチリだ。いらっしゃいませ。戦士たちって誰ですか？戦士って。
これで来てますね。うん、今ここは電波いい。峠登って降りてきました。割と今日は調子良かった。うん、取り抜けられました。あの自転車全然問題ないです。車もよほど幅が広くなきゃ大丈夫だとは思うんですけど、でもゲートがあるから入れなくなってますね。うん、帰宅コースです。あ、そうか、今ここ多分切れたら切れっぱなしになってると思います。スリップ、ちょっと待ってください。このパニアバッグもこの襟の方が切れてしまってほつれてきてしまって、よいしょ、さっき起きた、おはようございました。あー、切れっぱなしになってますね。今ここ一旦落として、で、サイドオン。これで数秒後には今ここに私の名前が出るはずです。名前がというか、あの惑星説明から飛んでもらった方が早いですね。曲、あ、そうだ、これ音方だ。音方、ん、一位村、ロボさんが選挙行かないから投票率が前回を下回っています。行きます、この帰ったら行きます。よいしょ。でももし行かなかった、あのもし行かなかった時のために嘘つかなくていいように、あの選挙に行ったかどうかツイッターで報告とかしないですからね。たとえ行っても行かなくてもツイッターで報告しないですからね。20時まで OK なんだっけ。あ、20時までって聞きましたよ、さっきあのコメントで。で、今これはあの和田峠登る道のマイナーの方のルートです。あ、登るっていうか今下ってますけどね。あ、日が陰ってるんでさすがに寒くなってますね。でも今あの持ってきたもの全部は着込んでないです。最後のあのアウターの雨具が、投票には、ん、ツイッター見たら今日、なんですかそれ、こんにちは、こんにちは。おー、なかなか冷えてきてるな。まだ行ってないです、まだ行ってないです。なんかあの選挙とか投票に行かないと、あの働いてない、あ、なんかニートだとか、あとなんだっけ、あの生ポの私、あのよくルール知らないんですけどね、生ポっていう、あのとにかくその人を叩くところを見つけな、なんて、あ、うまく説明できない。とにかく叩き目的で叩く、標的されますよね、投票してなかったりすると。ロボさん、選挙権あったの。選挙権、あ、もうあります。私はもう市民権を得てますから。市民権とは関係ないんだっけ。そもそも市民権っていうのは法律的に意味あるんだったっけ。市民権なんて言葉あるんだっけ。18歳、超えてる超えてる。大古集落って言うんでしたっけ。主権さんいらっしゃいませ。御方村っていう、御方じゃなかったっけ、御なんか御がつく、上御方と下御方とかじゃなかったっけ。叩かれて、ほらそういうのが、ほらそういうのが、うん、この道は好きですね。あ、御方町か。御方町の大吾になるんですか。そう、上御方と下御方。今日は暖かいですね。今日は本当暖かかったですね。峠からの下りももっと寒くてもおかしくなかったんですけど、全然あの冬の下りって寒さじゃなかったです。寒いなら引き返して登ればいいよ。引き返して、そうですね、暖かくなるし。でも途中の通行止めの崩落の状況によっちゃそれもありえましたね。明日も最高気温8度。そうそう、明日ガクッと下がるらしいですね。ん、アートさんみたいな名前ですね。まるでアートさんがしれっと初見って書いてるのか、本当に初見の方なのか。あ、ふとふと、まあ電波良くないだろうな。で、ここが、お、バナナだ。ここがまた吠えられた。ここジムニーでよく走ったよ。あ、ジムニーで。この分岐がそのメジャールートとマイナールート、今の大五輪道の分かれ道です。あの和田峠登る時の。八王子からは上ですか。八王子から日が暮れるまで走ろうかなと思ってますけどね、今は。ん、ワンルーム、なんじゃもんじゃ。ここってなんだっけ。
犬が確認された。私が通過して吠えなかったら犬がいないことが確定されるわけですか。ああ、うん、カメラ、私が買ったのはこれ4万ぐらいかな。うん、今は東京都八王子市。この郵便局もいい味出してますね。あそこの上のあの赤い飾りは何なんだろう。真ん中に郵便マークついてるけど、郵便局の局の字も古いな。弓の中に口が書いてある。あ、そっか、神馬街道か。卵料止まってます。年賀はがきを、あ、夕焼け小焼けの、確か夕焼け小焼けふれあいの里で会ってますよね。この施設は、うん、そうそう、ふれあいの里で会ってた。赤いのは何？赤いのはなんかなんか飾りというのかな、シンボルというか。ナポリタンじゃないんですけど、キノコスパ和風のやつ、マカタです。私の好みのアルデンテとは少し違ったんですけどね。まあでも美味しかった。で、食後のコーヒーはなんか多めに入れてもらっちゃって、今日ここでお風呂入っていこうかと思ったんですけど、そんなに疲れても汗かいてもいないので、走れるだけ走ってしまうかと思います。お、あ、またあ、山陰でですね。さすがに寒くなってきたかな、少し。でもまだ全然見えますかね。沖縄まで飛行機輪行です。今日の宿予約しときましたから。今日の宿勝手に予約すんな。よっ、途中でなんか山の斜面でガサガサ音がしてたんで、野生動物いたっぽいんですけどね。私は影も見えませんでした。ここは東京圏です。あ、上尾形町ってちゃんと書いてあるな。で、さっき私がちょっと声かけた人は、入山峠に初めて来たって言ってた人です。なんか調布から自走で来られたらしいんですけどね。八王子市ですね。クリスマスイルミネーション、シメ縄作り体験。ここから先確か有料施設です。タヌキ、多分タヌキいるでしょうね。閉園時間16時、今の時間は、あ、まだ15時前だ。結構早めに峠から抜けてこられました。クマもいるかな、どうかな。結局ここで買い物したことってほとんどないんだよな。まあ今さら買うものないですけどね。お、熊本県産トマト。なぜ熊本？なんか最近有名な熊が。韓国唐辛子、コーリアングリーン。東京、安い。あ、あと私は普段自炊しないんで分かんないんですよ。あ、いや、通行止めは一応あったんですけど、ただ柵が置いてあって、横に思いっきり隙間が、でかい隙間があって、なんていうのかな、道幅いっぱいには置いてない。あ、トマト今ちゃんと見てなかったです。あ、外部でバッテリー切れたか。交換しとくかな、どっかで。 GoPro の方も給電しなきゃいけないし、ちょっとどっか、ボーネットバスですね。夕焼け小焼け号。いつもあの人たちは昨日さんざっぱら飲んで食ってたんで、GoPro編集もう動画の方は夏休み分終わってるので、あとはイベントが起きた時刻を私が動画の中で一個一個確認して、時刻データをリストにして貼り付けて公開するだけです。一応、今残り3日分の1日分はもう公開準備終わってます。あら、イスス何の話。今の暗号は何だ。
そう、GoPro、ゴアマ、ゴアマまだ見てないな。っていうか、プロ機材、あのプロという文字列は汎用というか、あの使われすぎてますよね。プロ用とかプロフェッショナルグレードとか、それに対応するエコノミー版的なものほぼないのに、ほとんどの場に存在してないのに。でもまあ GoPro はプロじゃなくて、ただ GoPro っていう一つの塊ですからね。うん、あ、犬がなんて。ちなみに今使ってる GoPro はブラックエディションってやつなんですけど、4万か5万ぐらいするやつなんですけど、あの発熱がすごいらしくて、この冬場に使ってても、あのケースに入れて使ってたら熱で停止したんじゃないかっていう、あの報告もありましたね。実際今私頭の上でずっと使ってるんで分かんないんですけどね、温度がどうなってるか。プロモーションん、投票場まで確か近かったはず。どこだっけな、ちゃんと確認してないや。うん、今緩く下ってます。神馬街道で八王子まで、どうだっけ、途中ちょっとアップダウンあったかな。あと卵寮ってなんか自転車で通りましたっけ。あ、西東京バスのなんか新しい色のやつだ、見たことない。青と白のやつ、紺と白かな。西東京バスといったら、あの少しあの色あせた感じの、聞こえます、赤とオレンジと薄黄色みたいなイメージだったのに。うん、何がおりました。ちょっとキツネ狩り行ってきます。キツネ狩りいうのはレンタキツネなのか、それともハンティングなのか。ここは力石じゃなくて力石です。これ毎回私これ見るたびに言ってるな、言ってるなって、放送上で言ったの初めてなんですけど、あのこの前何度も、これの前何度も通ってて、いつもこの力石っていうバス停見るたびに、通る力石とかつぶやいてますね。そう、通る力石というつぶやきは昔ラジオで聞いた、岡山オリジナルの方じゃない話なんだけど、ん？岡山。その通る力石の、力石通るのアニメの中に出てきたシーンをラジオのパーソナリティが真似して喋ってるののイメージがなんか強くて頭の中で。そんなことはどうでもいいですね。来たくありません。来たくありませんか。これ前あのバルバルさんたちと走った時の動画あるんですけど、あ、仲間ありがとうございます。走った時に前通ってるから同じこと言ってたんじゃないかな、動画の中で。ん？どこの都道府県？それは何の話ですか？こんにちは。あ、こんにちは。どこの都道府県を知ってるか？福岡県は知ってます。その動画ってどこに上がってる？動画 YouTube です。YouTube で、和田峠とカタカナでサイバーサイクリストで検索すれば、多分一発で出るんじゃないですかね。この夕焼けテニスっていう民宿だと思うんですけどね、これも昔からありますね。あ、これこれ、西東京バス、今の色が昔からあるやつ。中山は全国ありますよね。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。あ、そうだ、56分か。ここで、西さん、今走ってるんですか？うん、今走ってますが、映ってませんかね。ここで予約枠に移行してしまおうかな。あと3分あればなんとか間に合うだろうから。あの、いきなりですが、ここで終わらせて、あと30分で日没ですかね。違う、あと1時間半ある。終わらせて、ちょっとあの、ちょっとじゃない、ちょっとっていうのいつですかね。予約枠に移行します。予約枠に移行。あ、気をつけます。予約枠に移行します。
じゃあ終了。はい、終了。ああくそ、終了ボタン押せない。まだモルバル散歩あるな。この停止ボタンが押せなくなる現象が。ああ結構傾いたな。ヘルメット、配信開始ボタンを押して、ネギこれか。じゃあ終了。じゃあまた後で。よし、配信が終了しました。よし、まあこれから1時間半ぐらいのもんですけど。ああまだ放送がちゃんと終了判定されてない。ああえい、もういい、こっち側再利用するか。入山峠からの帰り、で予約機能で確認。おお、 GoPro が終わった、切れた。何があった？まあちょうどいいっちゃちょうどいいんだけど、何があった？まだ終わった。まだバッテリーか。充電できてなかったか。バッテリー交換するかちょうどいいか。お？あれ予約できたな。ちょっと早く早く。今度はちゃんと正しく判定されてる。これで自動無料延長オンにして、自動無料延長を開始します。よっと、よし。おこんちは、どうした？音声よし、映像よし。あ、よしですね。和骨、八王子市選挙管理委員会からお知らせします。選管からだ。今日は衆議院議員選挙、あ、聞こえない、東京都知事選挙。こんにちは、いらっしゃいませ。悪い。そう、東京都です。は？20、午後。あ、8時ですね。意外だ。いやいやいや、ちゃんと行きますから。投票しましょう。ストレートだな。済ませて、ナイス。モットさんでございました。ネギ。よし。ちょっと GoPro がなんか今止まっちゃってて。これからです。東京都議会議員補欠選挙の。やっと止まりました。
りましょう。投票日です。熱は持ってないからバッテリー切れかな。さっきあの 90% って言って、あの外部バッテリー切れましたよね。それのすぐ数分後か十数分後ぐらいに GoPro が止まっちゃいました。ロボさんってやっぱりリアル系なの？リアル系って何の話ですか？私のロボってあだ名は大学の時についたどうでもいいあだ名です。しかも自分で名乗ったっていう、口走ったっていう。で GoPro を録画スタートしたので、できてるような、できてるような、うん。でここで改めて音合わせと時刻合わせ。当初は桃です。T3485 乗ってますよ。見られましたか、ワールドオブタンクスで。あのつい前に突っ込む癖があります、私は。3時2分53、54、55。よし。なんか GoPro が充電、あの動かしながらだとフル充電できないみたいな感じですね。あの給電が切れた瞬間に、まあ瞬間じゃないけど十数分後に切れてしまった。そう、新型です。見れる。ああ、でも先に私は編集したいんですよね、夏休み分が終わったら。その映像がどんぐらいいいものか、ただそれが YouTube でわかるかどうかが。政治に、うん、文句言ってないです。いや、投票しますけどね、しますけどね。よし。さて、じゃあ30分後にちょっと、もしかしたら枠終了詐欺になるかもしれませんけど、続いてるはずです。ロボさん、みかん好きですか？みかんは結構好きですね。この間みかん狩りで、皆さん、あの自転車部の皆さんと、あれ、三浦半島の方にみかん狩り行って、現地で食べた時はなんかそんなにちょっと酸っぱいなと思ったぐらいだったんですけど、家に帰ってくるとうまかったですね。なんであんなに外で食うのと家で食うのとで味が違って感じるのか不思議でした。みかん狩り現地で食べるとなんか少し辛いくらいなのに、持って帰ったらえらい美味しかった。うん、延長できるようにしました。雨いや、たまに、そう、あの両面テープで貼り付けて、あのプラさんだったっけ、いきなり私の頭にペタッとくっつけて、私はナスがママ、キュウリがパパで、一人が、ああ、なんて。とりあえずしばらく頭に乗っけてましたけどね。こんにちは。とりあえず日が暮れるまで走ってから、適当に輪行とかしようかな。選挙行きます、行きます。帰ったら行きますから。選挙行きますから。投票しますから。すみませんけど、運慶行ってきていいですか？運慶。ダメだ。スモール。ん？行列？いや。出馬。まあ車はこっち方向を抜ける車、そんなに良くないと思います。我慢しろ。何が戦いって、選挙戦のことかな。お、喫茶かな、喫茶ギャラリー。今日汗かきますよね。投票日にそうでしたっけ。選挙行かないのは被告民。その時はあれかな、あ、そうそう、被告民。生まれる。戦いする。え、20時で大丈夫ですよね、選挙ネタ。なんか投票しない人は叩いていいという風潮がありますよね。なるほど、当確出た後だったら、なんか後出しな感じですね。ここ東京都、ある意味国民の東京都です。
東京都八王子市に入ってるはずです。ここは東京都八王子市。この辺りが美味しいのは何だろうな。この辺りで美味しいのこの辺りって夕焼け小焼けの歌の発祥地っていうだけしか私知らないんですよね。八王子全体でいうと何かあるのかな。現在地は東京都八王子市。なあ、また青いやつか。ていうかバス多すぎませんか。さっきから3台目ですよこれで。え、なんであんなバス通ってんだ。西東京バス。しかも3台同じ方向に通過していたから同じバスが2回は来てるわけじゃないはず。あ、ニューさんの、へえ、大学ですか。なんかそんな感じでもなあ、どうだろう。あ、配給客、そうか、なるほど、陣馬山ですね。陣馬山だか陣馬山だか。そうそう、あそこ確かに登山客多いですよね。へえ、山の中。あとあれ、羽生じゃなくて羽生か、羽生、羽生ん、富士山は、あ、ちらっと見ました、どっかで。どこだっけ、確か途中、アプローチの途中で羽生あの、私は詳しくは知らないけど、漫画家だか原作家だかに羽生乳さんって人いますよね。花まなまと書く人いますよね。車が、てかバスが、じゃあみんな乗せて、ま、登山客乗せて帰ってくるのか、こっちに。将棋、いい、できません、将棋。ルールは知ってるぐらいです。影？卵量のあれ、自転車なんか取れましたっけ？取れるんだったら通過してみてやらんでもない。ああ、でもルート的にどうだったかな。あそこは、そば砂利道じゃないですか、よく考えたら。自転車で通過できてもちょっと厳しい、あの 深い砂利だと。100% 綾瀬はるかさんのこと。ああ、綾瀬はるかさんね。そうそう、綾瀬はるかさんというふうに連呼すれば知らないことは分かってもらえると思うけど。認めるのか。ケトよ。色白。色白黒髪か。ほう。ほうほう。あれね、あれ知ってるよ。色白に弱いと知っての、知ってのコメントですね、それは。ほほ、私はなんかどうも色白に弱いらしい。裏白じゃなくて色白。あれ、どっかに、し、白蛇ですか。蛇は別に嫌いじゃないけどな。裏白は、あの、鏡餅の下に敷いたりするやつは違ったっけ。あれは、なんだっけ、あれは榊だっけ。真っ黒ギャルは、真っ黒ギャルか、真っ黒ギャルは、まあ嫌いじゃないかな。佐野良次。原節子か。そうそう、原節子ね。原節子。まあ。え、八王子城跡城跡ですか。いや、知らないです。そんなありましたっけ。行ったことあって忘れてる可能性もあるけどな。この枠で、いや、これ今さっき、あの、予約枠にしたんで、日が暮れるまで4時半ぐらいまでは走ろうと思います。ん？原節子、節子だったらそうですけど、原節子っていうのは実在の方じゃないのかな？知らないけど。あ、で、今なんか質問されましたね。聞き逃しました。これ圏央道でしたっけ？近い。なんか増えてきましたね。まあ、和田峠とかこの辺りの峠道は割とそんなに山奥って感じじゃないですからね。民家のあるところからちょっと入ったら山奥って感じ。
あ、この辺りもまだ御方だ。御方か。ん？高速、あ、これ上野ですね。これ圏央道じゃなかったですかね。この辺りを南北に突き入ってる高速道路。家ですか。いくらぐらいするのかな。ん？来週？あ、予定はまだ全然考えてないですね。武家？武家を見る。武家屋敷なら前あの角の建てで見た。風。あれか。あれはあの八王子城跡。どうかな道。ここから近いんだったら行ってみますけど、見てやらんでもないですけど、ちょっとGoogleあのマップで見てみるか。最近新しくなったGoogleマップアプリで。いや、新しくなったんじゃなくて、あれ新規に出たんだっけ。ちょっと信号渡ってから。うん、よいしょ。これどっかの駐車場ですね。お、ああ、高校、あ、中学校、中学生か。これ書いたのは去年が、去年って言うと、これ後ろの男子はですね、荷台がない状態で後ろの車輪の軸に立ってるから大したバランス感覚ですよ。普通こういうのってあの後ろのキャリアのところに足挟んでバランスというか固定するもんですけど、キャリアなしでまた立ってるってことは相当なバランス感覚ですねっていうツッコミは、なんかしつこくやると嫌がらせに聞こえるからやめとこう。城八王子城跡ですよね、城跡。遺跡辞任でも本当使えないですからね、今の状態だと。あの線路が見えないのが私的にはちょっと致命的なんですよね。直ゲイ、そう、次元じゃない。今ここが松竹橋かな、松竹橋かなっていう交差点。あ、松竹橋だ。次だ。あれ、なかなか、あ、景品がもらえるよ。パッと見たとこないな。温かい飲み物、ちょっと後でね。城跡。ん？これか？結構山の中にありますよ。これ簡単に行けるとこなんですか？圏央道から、ま、今いる場所から道に関係なく真南に向かってたとこにありますね。行くためには八王子霊園越えた先でまたこっちに戻らなきゃダメだな。ちょっと大変そうだな。また機会があれば、またご縁があった時に行きたいと思います。ちょっと城跡覚えてたらっていうか忘れそうですけど、ググってみます。後で情報提供ありがとうございます。割とタイタニック、ぐるーっと回り込んだところにありますね。向こうの山の向こうだ。あ、そうそう、投票行かなきゃいけないし面倒だから根本的にはそこになってしまうな。でも八王子の城跡があるなんて知りませんでしたね。結構有名なんだろうか。心霊ですか。あ、緑の、たまに見るな。そうそう、期日前でしたね。昨日やっとけばよかったな。お、なんだあのミニベロ。あとでちょっと GoPro で映像で見てみよう。なんかすごく小さなフレームに見えた。で、ハンドル部分に荷物がたくさん置いてあって、夕方ですね。日暮れまではまだ1時間以上あるはずですよ。今のミニベロ変わってたな。ちょっとなんかものすごく小さい自転車に見えた。まあ、ミニベロってぐらいだから小さいんだろうけど、
それにしてもなんか地面に近すぎたように見えた。ん？寝る朝が多い城？寝る朝なんだろう。シャコタンですね。車高が短いからシャコタンですね。影が長くなってきたね。今日の 日没は。ん？あれ？コンビニって前からありませんでした？結構この交差点。日没は16時半。うん。あ、もう早いですね。イベントのとこだけパッパッと飛ばして見ていただければ、全体見るのにそんなに時間かかんないと思います。そう、今日は割とナッシングです。ん？しょこたん。そう、あんまり歴史とかの寺社仏閣に今日味がなくて。あれですね、好きの反対は嫌いなんじゃなくて興味なしって話ですよね。なるほど。関心なし。ミスト女性。まあ女性に興味あるが、こっから一旦接か。え、ピーナッツ。何の話でしたっけ、ピーナッツって。ピーナッツ野郎、木更津ピーナッツ野郎。戦車、あ、そう、戦車も興味ありますね、今日味が。あれ、確かここがコンビニじゃなかったっけ、前。あ、あっちがファミマ、あっちにファミマができてるってことか。チャーリーブラウンですね。チャーリーブラウンと飼い犬の話ですよね。ホモで、ホットモットで。そう、ホットモット弁当、略してホモ弁ってやつですね。私がよく見てたあのニコ動の動画の中にも出てきた、ホモ弁っていう名称は。ん？ほかほか亭っていう名前はもうないんですかね。確か分裂したんでしたよね、ホットモットって。ほか弁っていうのは。ある。時代はコムから浅川がおすすめ。浅川、ああ、サイクリングロードですか。帰りのルートはどう作ってたっけな。大阪ですか。あれって大阪なんですか。もう伊勢丹の鳥居九州でしたっけ。たこ焼き、お好み焼き、そのうどん、こうやってるか。ここちょっと登るんですよね。日本が本気で戦車開発したら一丸隙ができてます。クリスマスは、総本部とホッカホットモットん？あれか、あそこ、まあ確かにアニメの中で戦車というとそのあたりかな。まあタスコマは今の戦車の延長上じゃないですよね。広角の中には今の延長上っぽい戦車も出てくるし、人丸好きですね。人丸好きはなんか頭でっかちに見える、砲塔でっかちに。このままいいですね。一応予定ルートだとこの後あの鶴見川源流通って、あの境側というか、恩田川の方面に出る道ルート作っといたんですけどね。日暮れまでどこまで行けるかな。ああ、いつもよりマイクの位置がいつもより若干遠いかもしれない。襟元に洗濯バサミでつけてます。このマイクのハサミ部分は、あ、タイガー。私はあのなぜかロシア戦車にちょっとときめく人間なので、造形的にかなのかな、多分あの私が戦車の興味を持つきっかけになったパンツァーフロントってゲームで T-34 っていうロシア戦車が足回りが速くて砲の威力も割とあるんで、それで好きになったっていうところあるんじゃないかな。
あ、そうそう、あとニコ動で、あの10月農場っていうパンツァーフロントのその、あのゲームの面の動画があって、古い。ミグワ、あ、ミグ、ミグ。で、その10月農場の動画も、私が前プレイして2ちゃんに動画アップして、それを誰かが拾ってニコ動に上げてるってやつがあるんですけどね。それの思い入れもあるのかな。砂漠のキツネはロメルさんでしたっけ。おっと、後ろと、バスが、バスが。さっきの日照橋、あ、どの会社、わかんないけど三菱。マレーの虎。プラモデルは戦車持ってないんですよ。で、なぜかオスプレイは持ってます。大昔に買ったオスプレイのプラモ。V22。ドイツの兵器は人気ありますよね。そう、あ、ここから左だ。ちょうどいい歩道を使って無理やり左折させていただきます。こういう曲がり方なんか汚い感じがするんだけど、未完成っていうか、あ、そうそう、イタレリのやつです、ご存知で。現代戦車は分かってないんですよね、本当ゲームの中出てきてなかったから。ん、何がどうなんですかって。現代戦車はなんかメルカバっていうのが、あれイスラエル、あれどこだっけ、イスラエルか、そこのあれだったか、 V2 ロケットなんかチェッカー模様な感じ、イメージとしてはイスラエル製でしたっけ、メルカバは。なんかあの円盤形っぽい形の砲塔で、なんかいっぱいごちゃごちゃくっついてる感じのイメージがあって、で確かあの乗員の生存率を高めるためにいろいろ変わった作りになってるんでしたよね。なんかエンジンが前の方にあるとか、なんかそういう話だったような。ん、聖書いらなくなるまでエロスは感じないな。いや、リアクティブはあの弾が当たると爆発してその反動でダメージ減らすってやつですよね。あのパトレーバー2に出てきたって、私はそれぐらいしか見たことないんだけど。で、レベルがなんとかって、レベルワールドオブタンクスのタイヤのことかな、ティアなのかタイヤなのか。しかしあの私がそのワールドオブタンクスって今オンラインの戦車ゲームがあって遊んでるサーバーはなんか2ちゃんとか見てると人気がない方のサーバーなんですけどね。さ、サウスイーストアジアだけ SEA C サーバー、だいたいあのノースアメリカかなんかのサイトの方が人気あるみたいなんだけど、で、あのその戦車ゲームだとみんながチャットで文字列打ち込んでくるんですけど、英語じゃないことが多い。これ何語だっていう、一応アルファベットなんだけど読めなかったり、あとはもう本当にハングル文字もたまに見かけるし、あと多分漢字なんだろうと思うけど黒い四角がいっぱい並んでくることもある。英語できてると少しだけ意味わかるんですけどね。どこどこ地点、あの池とか、あの防衛もいいから敵の陣地を先に占領しろとか、なんかそういう指示はなんとなくわかります。そう、オンラインのやつです。オンラインしかないゲームなんですよ。ラジコンシャーマンか、あ、過ぎた。超新地展開は車輪2個じゃ無理。まあ2個の付き方によっちゃできるんだろうけど、今の作りだと無理。新地旋回は一応前輪を90度曲げてしまえばできるかな。新地旋回止まったか。さっきからあの道についての、今走ってる場所についてのことは一切何も喋ってないな。戦車のことしか喋ってない。初心者、いやあんまりそうじゃないかも。最初嫌になるほど死にます。あの瞬殺されてあとはもう待てるだけっていう状態が多いです。で、私があれから学んだことは、一人でヒーローになったりしちゃ、ヒーローになろうと思って前出ちゃダメですね。みんなで一緒に並んで
積んで製造賛美。でもそれ言ったらガンダムとかも全部そうですよね。まあ、実際にあの使われたことがある兵器っていう意味で、あのガンダムよりも、なんていうのかな、不謹慎っぽいっていうのはあるかもしれないけど、どっちにしたって戦争モチーフになってることは一緒なんですよね。あ、で、延長できてないか確認しよう。今市川町ってとこですか。74式は気をつけないと超新地で靴帯が外れます。擬態が、あ、7式そうなんですか。あ、延長できてました。でも延長失敗詐欺するかもしれない。アイアンマンはいないですよ。アイアンマン74式って確かあの岩なんかサスペンションというか